エンジンオイル。エンジンオイルとは、エンジンに使用するための油であり、様々な機能のために使用されるが、主となる、潤滑作用をもとに、潤滑油とも呼び、モーターオイルと呼ぶこともある。ここでは、主に自動車やオートバイ、二輪車などに使われる、エンジン用のエンジンオイルについて述べる。エンジンの動作に必須であり、エンジン内各部へ行き渡ることで効率するような、様々な機能を担っている。 自動車やオートバイで多く採用される4ストロークエンジンではエンジンオイルはエンジン内各部を循環している停止時のエンジンオイルはウェットサンプエンジンならエンジン底部に取り付けられているオイルパンオイルだまりにドライサンプエンジンなら独立したオイルタンクに溜まっているがエンジンが稼働し始めるとオイルパンやオイルタンクにあるオイルがオイルポンプより吸い上げられオイルフィルターや ストレーナーなどを通ってろ過され、一部車種では、車体の全部に取り付けられた、空冷式、オイルクーラーやエンジン内部の水冷式、オイルクーラーを通って客され、クランクシャフトやシリンダー壁、導弁機構など、エンジン内の各部へ圧送される。その後、オイルパンやオイルタンクへ戻ってくる。エンジン稼働中には、この循環が繰り返されている。一部の車種では、オイルパンから、 オイルポンプを通って、フィルターを通り、オイルパンに戻るろカのみのルートを別に持つ車種もある。また、湿式クラッチや変速装置の潤滑などと兼用されているものもある。4ストロークエンジンオイルは、エンジンの発する高熱にさらされたり、エンジン内に発生した汚れを、自らの中に取り込んだりして、徐々にその性能は劣化していく。そこで、一定期間ごとにオイルを交換したり補充することで、 その性能を回復させる必要が生じる。かつての一部の自動車、現在でも、主に小排気量のオートバイ、その他、チェーン相当で使用される2ストロークエンジンでは、エンジンオイルは燃料、ガソリンに少量ずつ混ぜられ、クランクシャフトやシリンダー壁を潤滑した後に燃料と、共に燃焼し、排気ガスの一部として排出される。そのため、 4ストロークエンジンと違ってオイルは循環せずに使い切りである。オイルの量は減少していくので適時補充する必要がある。エンジンオイルは危険物、第4類、第4石油類、潤滑油に分類される。エンジンオイルには主に以下のような作用がある。レシプロエンジンでは金属製のシリンダー内をピストンが毎分数千回上下するほか、クランクメタルやカムなど 金属同士が擦れ合うことによる摩擦によって金属の摩耗や発熱を生じる。それらを流体潤滑作用、弾性潤滑作用、境界潤滑作用により摩擦を軽減し、エンジン内各部を潤滑するのがエンジンオイルの重要な作用である。ロータリーエンジンでは金属製のハウジングとローターのシール類の潤滑のために吸気に少量のオイルを付加して潤滑している。 エンジンオイルがエンジン内各部をめぐる際にエンジンで発生した熱を奪うことでエンジンを冷却することも重要な作用である。オイルに蓄えられた熱は空冷式や水冷式のオイルクーラー、あるいはオイルパン、オイル溜まり等で冷却され、冷えたオイルはオイルポンプによりまたエンジン各部へ送られる。エンジンオイルによる冷却作用は 空冷エンジンだけでなく水冷エンジンでも重要である。エンジンの構造上冷却水を循環させられない箇所も多く、そういった箇所の冷却は水冷エンジンでもエジンオイルの冷却作用に頼るしかないからである。空冷エンジンではシリンダーやヘッド、クランクケースにフィン、火がを設けて冷却を行っているが、高熱となるヘッドのバルブガイドやプラグ周辺には 多めのオイルを供給して冷却している。このため、高負荷となる空冷エンジンではオイルクーラーを装備することが多い。通常の空冷エンジンよりもオイルをヘッドに積極的に供給して放熱を強化した揺れエンジンというものも存在する。鈴木は過去にサクス、鈴木アドバンストクーリングシステムという揺れ、ンを販売していた。現時点では ホンダの CB1100 が揺れを併用したエンジンを使用している。下級機、ターボチャージャー付きのエンジンの場合、タービンハウジング、タービンを覆う容器は、排気温度、摂氏700度以上により熱せられ、赤く発光するほどであるが、そのタービンシャフトの保持、ボールベアリングなどを使わない油膜による、フローティング軸受けや冷却もエンジンオイルに頼って、いたが、 最近ではクーラントによる冷却も併用されている。高回転しているタービンの時空系へのオイル供給が停止されると金属同士が直接摩擦することで焼き付きが起こりタービンが破損する。ターボエンジン搭載者には高速走行直後はしばらくアイドリングした後にエンジンを止めてくださいといった内容の注意書きがある。シリンダーとピストンは完全に密着しているわけではなく、 熱膨張に対応する面と、ピストンが運動できるように隙間、クリアランスが設けてある。この隙間に入り込んで両者を潤滑するとともに、機密性を保持するのもエンジンオイルの重要な作用である。エンジンオイルはそれらの表面に液体の膜、油膜を形成する。もし、この油膜の保持が不十分であれば、シリンダーに取り込まれた機体が燃焼室から漏れてしまい。 正しい燃焼ができなくなる。また、点火した後に膨張した燃焼ガスも同様に漏れてしまい、これがブローバイガスである本来の出力を得ることができなくなる。シリンダーとピストンの間隙は使用するに従い徐々に増加するとともに、工作精度が低いエンジンなどはこの感覚が広いため、古いエンジンにとってこの機密特性はより重要である。一方、 工作精度が高く、クリアランスが狭い、加工技術によって、元々の機密性が高いエンジン、少年費エンジンなどにとっては、適度な機密特性が必要となる。エンジンが稼働すると、その燃料の燃焼過程で、主に酸化による化合物やスラッジ等の汚れが発生する。これらの汚れは故障の原因となったり、エンジンの寿命を短くする一因となる。これを防ぐために、 エンジン内に発生した汚れを取り込み分散させたり、酸性化を中和するのも、エンジンオイルの重要な作用の一つである。大きなスラッジやゴミは、エンジンオイルフィルター、もしくはストレーナによってろ過されるようになっている。こういった作用を持つために、4ストロークガソリンエンジン用、エンジンオイルではオイルが、使用経過とともに汚れていくのは、エンジン内の汚れを、オイル内に取り込んでいる結果だからである。 ただしこの能力には限界があるために一定期間ごとに交換する必要がある。なお、オイルの色が黒くなるのは燃焼で発生した炭化物、ススを取り込むためであり、色の黒さとオイルの劣化は必ずしも並行しない。ディーゼルエンジンでは炭化物の発生が多いために早期にオイルが黒くなるが、これは必ずしも劣化が原因ではない。また、 吸気によって燃焼室に入り込んだ粉塵、主にケイ素酸化物を洗浄する役割もある。エアフィルターを通して吸気していても、フィルターの目よりも細かい物質は通り抜けるので、それらを取り込んで、粉塵による摩擦を低減させる作用がある。燃料は燃焼によって水分を生じる。また、エンジン内外の気温差による結露によって内部に水分が発生することがある。 これらの水分がエンジン内部の部品に錆や腐食を発生させる原因となる。また、燃焼ガスやブローバイガス、あるいはエンジンオイルそのものの劣化などから発生する化合物もエンジン内を腐食させる。錆や腐食はエンジンの寿命を短くする一因であり、これらの発生を予防するのもエンジンオイルの重要な作用である。少ない走行距離を頻繁に繰り返す用途では、 オイルの温度が上昇せず、燃焼に伴って発生した水分が蒸発しないためにオイルに水分が溜まり乳化することがある。基本的にエンジンは適度な温度で稼働することが前提であり、エンジンオイルの温度が低いと、粘度上昇による燃費悪化や乳化、初サビが起こり、高温では粘度低下や変質による潤滑性能低下によるきつきなどが起きやすい。 自動車やオートバイ用のエンジンオイルは以下の3種類に対別することができる。エンジンオイルはベースオイルの種類や割合などにより次のように分類される。1992年に導入された分類方法。一般ユーザーに直接の関係はないが、業界においては電化剤との組み合わせや処方の変更時などに活用されている。API 分類のグループ IE では、 年度指数の規定があるが幅が広く同一グループで、あっても年度指数にある程度の開きが生じる。ベースオイルにおいて年度指数は重要な要素の一つであるため、各グループの末尾にプラスを追加表示することにより分類を拡張、細分化したものを使用することがある。一下の分類での年度指数の数値はを参考にしたが、この分類はあくまで通例的。 慣例的なものであり厳格に定義されたものではない。エンジンオイルは粘土によってその用途や使用環境が異なり、基本的にはメーカー推奨の粘土に従って選定する必要がある。主にシングルグレードと呼ばれるが、モノグレードと呼ばれる場合もある。マルチグレードが普及する前は外気温に合わせシングルグレードを使い分けていた。API に正式に申請。 パスしたオイルにはドーナツマークが表示され、エレサック規格をパスしたオイルにはスターバーストマークも表示される。これらはエルックスにより管理されている。レ価価格帯のオイルの中には規格による認証を取得していないオイルもある、SN 相当のような表記である場合。エンジンオイルは機械的圧力による分子の先断、外気による酸化、ニトロ化、熱による重合、 燃料や、ブローバイガスなどの混入、希釈により、徐々に劣化する。劣化すると粘度が低下し、エンジン内部の油膜形成ができなくなり、保護性能が失われ、エンジンの故障につながる。そのため、劣化の度合いによりオイルの交換が必要となる。添加剤配合量にもよるが、鉱物油では、約摂取70度摂取90度以上。 化学合成油でも110摂取130度程度で熱による化学変化などのオイル劣化が始まり一度劣化したオイルは油膜保持性能や干渉作用などの性が低下し回復しないオイルの劣化度合いは目で見る触る等の簡単な方法で判断できるものではない一般に指標とされる色の黒さは炭化物によるもので正常性や分散性とは関係しない 乗用車の場合、使用期間や走行距離、工実数によって交換時期が規定されているが、発電や産業用エンジンの場合、稼働時間で規定される場合が多い。また、劣化だけではなく、オイル量のチェックも必要である。エンジンに不具合がなくとも、オイル量は徐々に減少するため、規定量より下回らないように、適時補充する必要がある。ただし、一般的には、 減少量はわずかで、オイル交換時期までに補充を必要とする場合は少ない。大きく減少するようならば、オイル漏れやオイル上がり、逆にオイル量が増えた場合は、燃料や冷却水等の混入といったトラブルが予想される。オイル交換は、車両保証の観点で言えば、メーカーが規定しているエンジン使用期間や使用走行距離基準に応じて行うことが必要である。 交換や点検管理をしていないと、エンジンオイルはエンジン内のすべての部位に関わるものであることから、エンジンにどんな不具合が生じた場合でも、整備不十分によるものとみなされ、本来の保証、受けられなくなることが想定される。しかし、オイルに含まれる元油や添加剤の正常劣化特性から言えば、メーカーの指定交換時期は絶対的なものではなく、 あくまで一般的使用条件を想定したものであり、油温やエンジン回転数、ブローバイの量などにより規定より劣化が早い遅い、使用条件も存在する。メーカーは、劣化が早い使用条件として、エンジンオイル以外の消耗品も含めて、シビアコンディション、効率という参考基準を提示しており、概ね一般的な使用の半分の期間、距離での交換を推している。 日本では下記にエアコンを使用し、渋滞やゴーストップが多い市街地での使用状態は渋谷コンディションに相当する。逆に、平坦地を法定速度付近の一定速度で淡々と長距離を走ることが多いような使用条件の場合、オイルの劣化は一般的使用条件よりも遅くなる。こうした場合は、あくまでメーカー保証対象外での自己責任ではあるが、 メーカー指定より長期まで不交換で使用することも可能である。また点検等でエンジンに不具合が発見され、原因を解決した後や、競技走行等でオイルが高温にさらされた後、口述の場合にもオイル交換が必要となる。自動車の場合、一般的にオイル交換時期はオイルの性能低下や量の減少を考慮し、自動車メーカーによって 走行距離や使用期間が指定されている。オイルの劣化を直接判断することは難しく、この基準は自動車においてほぼ共通したものとなっている。また、センサーによりオイルの状況を感知またはエンジンの稼働時間などによってオイル交換の時期を指示する車両もある。なお、トヨタ自動車ではオイル交換の目安についてガソリン車、 ターボ車の族の標準交換時期を1万 5000km または1年としている。シビアコンディションで使われた車の場合はむねこの半分の期間での交換が指定されている。シビアコンディションの定義は自動車メーカーにより多少の差異はあるがむね以下のように定義している。環境保護を目的として2万から3万 km と長い交換サイクルを指定する自動車もある。 酸化等の劣化が進みにくい特性を持つエンジンオイルを指定し、オイル容量を多くすることで長期間使用できるようにしている。ただし、交換の距離は増えても、期間は大幅には増えていないことに注意が必要である。また、輸入車メーカーでも天候や使用環境の厳しい日本仕様では、交換距離を短くしている車種も多い。これらの指定は保証期間内で、 エンジンに支障をきたさないために自動車メーカーとして定めた最低限の要求であり、オイル自体の劣化は徐々に進んでいる。そのため、メーカー支持地を最大として、使用条件により早めに交換した方が良いという意見がある。しかし、現在は製造物責任運行により、取扱説明書の記述に欠陥がある場合は、製造物の欠陥と同格扱われることが、 規定されており、不具合につながる危険性を十分に排除した記載が製造者側に求められていることから指定交換時期は余裕を持って設定されているとの見解もある。蒸気のように自動車メーカーが交換時期を定める。一方、一部のオイルメーカーやガソリンスタンド、カー用品店、自動車整備工場等では3000から 5000km ごとの交換を推奨している。 その根拠として3000から 5000km 程度走行するとエンジンの機械的な騒音が多少高くなることやオイルが汚れて黒くなること、さらには特に日本において一般的な自動車ユーザーの使用状態が低、短距離側のシビアコンディションに該当するなどを挙げている。この騒音は気候上問題がない程度のオイル粘土の低下が主であり、 多少大きくなってもエンジンが故障するものではない。また、オイルが黒くなるのは正常作用が働いているためであり、早くて 1000km ほどで黒くなる場合もある。ディーゼルエンジンの場合黒くなるのが早い場合があるが、黒くなったからといっても、直ちに性能が劣化しているとは言えない。これら原説では、劣化状況の説明として不十分である。他に交換推奨距離を短くする理由として、 摩耗防止性能が、新油の7から8割程度に劣化する距離で、設定している場合もある。これらの業者により、オイルの特性による正常な減少を故障に結びつく、要因として消費者の不安を煽るような表現を、用いた交換推奨が行われるのは、頻繁なオイル交換による、オイルそのものの拡販、来店頻度を増やすことによる、整備用品拡販、 整備業務受注の拡大を狙ったものという批判がある。オイルメーカーは環境問題への配慮から交換時期を長期化したロングドレインオイルの開発が給られている。確実的研究としては長寿命化に取り組んでいながら、広報上は一般的取扱説明書記載時期よりかなり短期での交換を推奨をするオイルメーカーもあり、そうした不誠実な対応もこの疑惑を強めている。 使用者としては、車種ごとに決められたオイル交換時期やシビアコンディションの定義を参考に、油量などの適切な点検を行った上で、オイル交換の頻度を決めることになる。大型車の場合、非常に長い距離をオイル交換せず補充のみで乗り切ることもある。これは、乗用車に比べてオイルの使用量が多く、数十リットル交換に多額の費用がかかることと、 相対的にエンジンが低回転域で運用されることから結果的に負荷が少ないためである。もちろん、より長距離あるいは長期間エンジンを好調に保ちたければ定期的にオイルを交換した方がよことに変わりはない。ディーゼルエンジンのオイルは燃料の経由に養分が多く含まれることからガソリンエンジンと比べて過酷な環境下で使用されることとなる。ただし、 経由の養分に関しては、国内流通ではすでに去る、ファーフリー、午後10時以下となっているため過酷の度合いは低下している。燃焼時に生じる黒煙の影響のため、オイルの色は交換後でもすぐに黒くなる。透明度や色で交換時期を判断しにくいため、走行距離、稼働時間で管理することが望ましい。実際国産メーカーのディーゼル車のオイル、 交換推奨距離は 5000km 程度、トヨタ車でガソリン車より短く設定されている。ガソリン車用の化学合成油配合油には、ディーゼル車共用のオイルも損するが、これは、ディーゼル車用、エンジンオイルに必須となるススをオイル中に分散させる、正常分散剤の配合量と経由に含まれる、硫黄からの SOX 分、燃焼時の NOX などの酸化物質を中和する、中和剤。 オイルの酸化を防止する酸化防止剤などが、鉱物油より、化学合成油系には多く含まれているためである。しかし、ディーゼル専用として作られたオイルと比べるとそれでも、添加量は、不足しており、結果として、価格の低いディーゼル車専用鉱物油が、価格の高い共用100%化学合成油よりも、ディーゼルエンジンオイルとしては、規格が上であることが多い。また、 DP 回装着車は排気ガス中に含まれるオイル粒子を触媒内に蓄積してしまうため、これが排気熱により加熱することによって触媒劣化が異常進行し触媒寿命を縮めてしまう。従って DP 回装着車の場合はこの問題に対策を取ったオイルに与えられる日本技術界の規格である DH-2 規格のオイルを使用することが望ましい。 API 規格の CF-4 マイナス規格だと、対応しているものと対応していないものがある。さらに新しい規格である DL-1 が存在し、既存の CFK 規格や DH 規格との互換性はない。おのおののただしが併記されていれば、共用化、例、DL-1、DH-2、CF-4、DL-1 規格が指定されている車両にそれ、 以外のオイルを使用し続けると、格段に DPF の寿命を縮める結果を招く。これら DPF 対策を行った規格オイルは、金属系清浄剤などを削減し回分を低減したもの使用となり、正常性、中和性は従来のものより抑えられる形となる。このためこれらの規格は低用経由の使用が前提となっており高用経由の使用は厳禁である。 車両に付属している取扱説明書をよく確認する必要がある。日常的なメンテナンスの一部であるエンジンオイルの交換については、ある程度ユーザー側の責任が求められる部分もある。ディーゼル車が走行距離の多い長距離トラックなど営業車等に使われる場合が多く、オイルの交換頻度は車両の維持費、多忙な運転時間を割いての交換作業、 台数が多ければ、会社の経営にすら影響を与える問題となる。このため、化学合成油をベースオイルにし、ススの分散性、大麻盲性を強力な添加剤で補ったロングドレンオイルも作られている。これらの中では、高速道路での走行を主体とした路線トラックに使うことを前提に10万キロメートルの走行を可能と歌う商品も現れている。欧州では交換サイクルが、 ガソリンよりディーゼルの方が長いというケースもあり、乗用車においても必ずしもディーゼルの方が交換サイクルが短いとは言えなくなってきている。フォルクスワーゲンの場合ガソリン車 VW504 規格3万 km2 年に大手ディーゼル車 VW507 規格では最大で5万 km2 年となっている。オートバイでは4ストロークガソリンエンジン化に ストロークガソリンエンジンを搭載するものの2種類が一般的である。ロータリーエンジンやディーゼル燃料を使用するディーゼルエンジンを通するものも存在するが、特に日本では非常に稀である。ここでは一般的なガソリンエンジンについてのみ述べる。4ストロークエンジンを搭載するオートバイでは、スクーター等の無断変速機装着車や、 レース用車両等の鑑式クラッチ装着車などを除き、エンジンオイルがトランスミッションやクラッチの潤滑冷却を兼ねていることが多い。オートバイ用エンジンは一般的な自動車用エンジンと比べて水冷式が少ないためオイルが高温となりやすく、また乗用回転数が高く小型高出力のために劣化が早い向かいがある。これらの理由からオートバイでは 一般的な自動車よりも早い交換時期、1、2程度かそれ以上が推奨されている。なおし式クラッチを採用するエンジンでは、自動車用では、一般的な現場剤によって、クラッチの滑りが生じる場合がある。そういったトラブルを防ぐために、オートバイ専用オイルとして、自動車技術会の定めた MA、MA、MA1、MA2、イトという4種類の JASO、 日本自動車規格と呼ばれる規格がある。2ストロークエンジンを搭載するオートバイでは、エンジンオイルをガソリンに混ぜて、共に燃焼させる構造で排気ガスの成分に影響しやすいために、環境性能を含めた2ストロークエンジンオイルの脳を表す規格して、FB、FC、FD という3種類のジャソ規格がある。また2ストロークエンジンでは、エンジンオイルの他に、 トランスミッションやクラッチを潤滑するために別のオイル、ミッションオイルやギアオイルと呼ばれるがベッドエンジンに注入されており、これも定期的に交換する必要がある。ミッションオイルは4ストロークエンジンオイルより負荷が少なく劣化する要因も少ないために、その交換時期は長めに設定されていることも多い。なお、ミッションオイルには自動車用エンジンオイルを流用すると湿式クラッチで、 滑りが発生する場合がある。ただし、スクーターにおける、ファイナルリダクション、最終減速弾ギアのオイル、多くの場合エンジンのオイルとは別に充填されるについては、自動車用、エンジンオイルを用いても滑ることはな。い。レシプロエンジン推進の航空機においては、オイル交換の時期は、各機体のメンテナンスマニュアルを参照する。オイルフィルターとは、別名オイルエレメントとも呼ばれ、 4ストロークガソリンエンジンやディーゼルエンジンに備えられたオイルのろ過装置である。エンジンオイルにはエンジン内部で発生する汚れやゴミ、摩耗による金属成分をろ過するためにオイルフィルターが設けられている。現在ではほとんどの自動車やオートバイのエンジンにオイルフィルターが装備されているのが一般的だが設計年代の古いエンジンや簡素な設計の エンジンではオイルフィルターがなく、より簡単な金網状のオイルストレーナー、もしくは遠心式フィルターが付いているだけのものもある。オイルフィルターは、オイル内に取り込まれていた金属庫やスラッジ、ホコリや燃焼カスなどの不純物がこし取ることで、エンジン損傷を防止するが、フィルターの目を細かくして、ろ過能力を上げすぎると、油圧上昇や目詰まりなどの不具合を引き起こすため、 通常は50ミクロン以上のものをろ過するように設計されておりいる。多くのエンジンではオイルフィルターが目詰まりをした場合や低温でオイルの粘度が高くなりすぎる始動時を想定してある程度油圧が上昇するとフィルターをバイパスする機構を備えている。この機構はあくまで一時的なものでありバイパス弁が開いた状態で常用することはエンジン保護のために好ましくないので 定期的に交換するのが原則である。オイルフィルターは主に50ミクロンくらいまでの異物を除去するように設定されている。新品時は目が荒く50ミクロンより大きい異物を通す傾向がある。使用を続けると目が詰まって50ミクロン以下の異物もろかするようになる。従ってオイルフィルターを頻繁に交換すると 目が粗い状態でフィルターを使用することになり好ましくない。しかし、長時間交換せずにフィルターの目が詰まってバイパス弁が開く状態で使用することもエンジンにとって好ましくない。したがって、ある程度目が詰まった状態でかつバイパスバルブが開かない範囲での使用が推奨される。通常はオイル交換にないし3回に1回の交換が推奨されているが、 オイル交換4回に1回程度の交換が望ましいとする意見もある。フィルターを交換した場合は、フィルター内部に含まれていた分のオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じて、オイル交換のみの場合より、余分0.2から0.5リットル程度にオイルを充填する必要がある。なお、自動車の取扱説明書に記載されているオイル、 充填量はフィルターとオイルを共に交換する時の量を示している場合が多い。近年フィルターユニット全体を交換するカートリッジ式に対して環境負荷低減のために外角を再利用しフィルターのみを交換するフィルター交換式エンジンが増えている。現在では欧州車では交換式が主流となっており国産車でもトヨタ 日産の新開発のエンジンに関してはこの方式を採用する例が増えている。一般的な乗用車、排気量 2000cc クラスのエンジン内部に必要なエンジンオイルは4リットル弱である。最近の乗用車では特に小排気量エンジンを搭載している車種を中心に3リットル程度でもものも多い。特にガソリン電気ハイブリッド自動車の場合は、 車体が 1800cc クラス1、600cc クラスに見えてもガソリンエンジン自体は 1300cc 相当であることもあり、エンジンオイルの規定量はせいぜい3リットルである。一方で 3000cc を超える大排気量車や空冷式の車はオイル量が5リットルを超えやすい。次に、下級機搭載車や直噴エンジン搭載車は最新のエンジンにて意図的に オイル量を増やす傾向がある。また、欧州車は高速で、長距離を移動する用途が多いことから一般に、オイルの量が日本車より多い。例えば、ベンツは、小排気量の一部車種を除き5.5から9リットルが標準であり、BMW も 2000cc 以上ならば6.5リットル程度が標準である。ディーゼルエンジンの場合も、先述したように、オイル汚れや、 油量減少が激しいため、旧型の一部車種を除きオイル量はガソリン車に比べてかなり多くなる。5リットルから9リットル程度が標準である。大型トラックやバスはエンジン自体が大きく、オイル量は数十リットルにもなりうる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。